こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのたくみです。はい、ということで今日はですね、一人で撮っております。この感じ見ていただけたらわかると思うんですけど、左にドッキリを仕掛けたいと思います。で、今日はおうち時間の過ごし方的な動画を撮ろうっていう提案をしてって、カメラを回しても怪しまれない状況なんですよ。なんですけど、今日はですね、やっぱ夏って半袖とか薄い生地の T シャツを着るじゃないですか。で、その時にここ気になるよね、こここれね、男性というか、まあ、男子みんな一回は気になったことあると思うんだけど、 T よね、 T が透ける問題、 T 透ける問題こんな真面目に言うなと思ってると思うけど、みんな今回真面目だからってことで、今回はいきなりにね、もし彼氏の T がどんどんでかくなっていったら彼女はどんな反応するのか見てみて、今見てる人はもうまたバカなことしようと思ってるって思ったでしょ。これは真面目な研究です。彼氏のことを細部まで見ているかっていうチェックなんで、今回は、まあ、まずはブレスケア、これをちょっと両面テープとかで T のこの辺に仕込んで、それでまず気づくのかっていうのをやっていきたいと思います。ということで、まずこれを仕掛けるところからやっていきます。ということで、今回は両面テープを貼って、その上にブレスケアを乗せていきます。気づいた時のリアクションめっちゃ楽しみだよね。ほいバカだ、マジでバカだな、とえ、もうそれでしかなくない？それじゃないんだけど、それでしかなくない？結構頑張っていきます。あ、どうほらほら、いい感じ。ということで、早速仕掛けていきたいと思います。レッツゴー。どうも、動画撮る？うん。こんにちは。こんにちは、こんばんは。ネムネムボーイのひなみです。たくみです。はい。今日はですね、はい、ナイトルーティーンとは違うんだけど、ナイトルーティーンではないけど、まあ、おうち時間の過ごし方的な感じよね。そうね、今もう夕方なんですけど、うん、夕方から夜にかけてどんな感じで過ごしているのかっていうのを、まあ、ゆるく撮っていこうと思います、うん、そうですね、はい、皆さんものんびり見てくださいと。バイバイ。だ焼けたら食べられる、夏はシーフト、夏はシーフト、また始めて使い回しとかなんか、そう、うにょ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 ってなんか矢みたいなのをこうやって立ててから横から攻めてきてるのを、なんか人間みたいなのをうにょ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 ってよくやってみて、うにょ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 、あ、違う、矢が上下と左右に立ててる、もっとそう、避ける感じでいかないんだよ、うにょ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 、違う、もっとこういう動き、今たぶんこういう動きじゃん、うにょうにょに避けられてたらいいよ、別に。避けられてないの。あ、いい。めっちゃいい。避けた。ほぼそれ。いけるよ、美味しいよ。お腹空いたな。お腹減ったね。食べるか。ちょっと早いけどね。でもいいか。うん、お腹空いた俺。早いな、今日は。お腹空いたもん。余裕でしたので次に移りたいと思います。次はね、これロカボナッツチーズ入り、まあ、これは単純に俺が好きで食べてんだけど、これのねヘーゼルナッツ絶対いけるでしょこれ。ということで、今回はこれをティーに見立てたいと思います。正解もったいないのでちゃんと食べます。これは大丈夫か、バレるんじゃないか、めっちゃバレそうだね。していきたいと思います。バレそうな気がするな。じゃあどうする？ん？何してんの？マッスルボードしてた。バレた。何？びっくりした。なんか気持ち悪い動き。あ、温めて。あ、温めていい？うん。今日はご飯がメインだね。そうだね、お米とスープって感じ。ぬくはいらない？ぬくぞ、うん、ご飯早い、言われた。もうちょっとやりたかった。大丈夫かな、これ動画になるかな。めっちゃ緩いんだけど。確かに緩めだね。うん。まあですか？濃いです。濃いですか？うん、2日目だから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん。
た。もう今日は一日だ。今日は一日。なんかミント食べた。ミント食べたの？さっきはキング。まだ匂いつむぞ。でもそれ以外食べてないよ俺ミント。ご飯食べたんだよ。でもなんかミント香った。めっちゃミンティアの匂いする。え？いいんやね。いや、いい匂いだけど、こんなミンティア。調べよう、ミンティア。調べてみ。めっちゃバレそうだった。ということで、もうバレそうなんで、いっそのことを振り切って、バレそうだけど、ってやつをやっていきたいと思います。で、何がいいかなってめっちゃ考えたんだけど、ちょうどいいのがね、これ、目薬の蓋です。最後はこれで、もうすぐバレると思うんだけど、これで仕掛けていきたいと思います。ふざけすぎてんだ、こんなんなんて、そろそろバレると思います。そんな名前やろ。いいよ。上野洋介。ああ、いるな。岡智弘。わあ、いる。岡めっちゃいそう。森久保雅也。ああ、いそう。遠藤一平。それちょっと いる感じが出て、出すぎてない？いないだろ。いるでしょ。でも遠藤っていなかった？遠藤いるよ。ダメだよ。葉山俊。でもサッカーの漫画の人。早いやん、絶対足絶対足早いやん。田中龍太郎。ああ、この一見一般っぽく見せかけてみたいなやつね。そう、早朝ランニングですよ。ウォーキングでもいいんだよ、正直。そう、確かに。何？めっちゃピンクじゃない？え？しかもめっちゃ平行じゃない？何？で何つけてんの？しかも垂れてない？なんかめっちゃなんかこうく左のさこれコンタクトのやつでしょ。やめて。ねえ、ちょっと貸して。やめて。貸してみなさい、ちょっと。はい、ということで今日はですね、ルーティンじゃない。ルーティンは撮ってない。もうルーティンとか別にどうでもよくて、どんどん彼氏の乳首がでっかくなっていったら彼女は気づくのか、モニタリングでした。全然気づかなかった。どんどんってことは何？これは第3形態。第1、2があったわけ。あったよ。いつ？2時間ぐらい。辛かったよ。え、でもさ、みんな気づいてる？結構分かりづらくなかった？意外とでかくてもよかったんかな。全然分かんなかった。何この企画。マジ意味分かんないんだけど。はい、ということで今日は左にモニタリング仕掛けました。キーモニタリング。キーモニタリング。いや、面白い発想だと思う。ありがとう。気づきたかったな。でもそんな、そう、だから結構長い間俺はアピールしたりしてたのよ、カメラに。マジ？だから気づいてくれるかなと思って、けど全然気づいてくれなかった。そうかったっけ。まあブレスケアだよね。まずブレスケアつけて、あ、第一形態。第一形態ブレスケア。ブレスケア食べたらそのあと。え、だからめっちゃミントの匂いがするの？そう。めちゃくちゃ疑われたもん。いや、だっていつもそんな匂いしないじゃん。すごいね。家からさ、ミント。ミントっていうかすごいね。第二はナッツ。ナッツ。デカめの、デカめのナッツ。めちゃくちゃおもろいやん。デカめのナッツで、それも全然気づいて。食べた？食べた。だから逐一さ、あっちなんかパソコンいじっていったりとか、カメラバッテリーとか。あ、だからか。何をコマコマとまとめてやればいいものをさ、なんかちょこちょこさ、あ、忘れてたとか言ってさ、うん、やるから何かと思った。まあ、最後はもうこの目薬の蓋ね。マジでこれ、この企画やって俺なんかやばい、血迷ったって思われた。私好きだよ、こういうの。だからそ、なんかもう俺の中では何かがおかしいナイトルーティーンだなる。いやー、でもちょっとリベンジしてほしいかも。ってことで、ひなちゃん、失敗。いやー、悔しい。ぜひリベンジ、お願いします。この動画が好評じゃなかったら絶対に次やらないから俺は。いや、なんかこれを地道に頑張ってたと思うとめっちゃおもろいわ。すっごくって
やつ。この動画楽しみ。はい、ということで、はい、ブレスケアの威力すごすぎるなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。やばいな。楽しかった。楽しかったね。うん。やってもっかい。やだ。